おはようございます。金水館の上皇です。約2年ぶりにオープニング一人で撮ってますね。これからちょっと店に登ってこようと思うんですが、今日ちょっといつものね、相棒が遅刻をしたということで、一人でスタートしてやっていこうと思います。おっと、ちょうどいいタイミングであれ後ろが走ってきてるんじゃないか。遅刻の瞬間を撮られてる。なんかギリギリ間に合ったみたいなんで一緒に行こうと思います。じゃあ行ってきます。おはようございます。遅刻した。荷物は預ける。あ、預けてきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ登る気満々じゃん。はい、登山スタイルにしました。なんかこれ本当はピンクの服にしようと思ってたんですけど、お母さんがそのあとやめなさい、ちょっと恥ずかしいわって言われて黒にしました。なんで？でなんか目立ちすぎるけちょっとピンクの服はちょっとみたいな。目立ってなんぼの商売や。確かに。でも今日なんか2時3時くらいから雨が降るみたいですね。え、そうなの？はい、バリ最悪じゃないですかね。2時3時昨日くらいから。でもちょうどそっか、降りてくる時と同じくらいになるのか。ちょっと今からあの店に登ろうっていうちょっと無謀な企画なので。こんな7月の真夏に。そうで、あの前はねロープウェイでは行ってるんですけど、今回はねちょっと登山にね、はい、行こうと思って、朝一番にちょっと昼になるとね暑すぎて登れないから。いや、もう登るってなって、すごい気分がねドヨーンとしとる。今から登るのか。そう、それ上皇さん荷物いっぱいありますね。うん、お弁当買ってきたから。ありがとうございます。あんだけ言ったのにお弁当ないよって。え、お弁当ないよ。うん、あの買ってこなきゃいけないんだよって。あ、こっちで渡って買うのかな、どうなんだろうと思いながら。いや、対岸で買うって話したよ。水持ってきた。あ、お茶を少し。あ、今買っといた方がいいですか。水買っとる。ありがとうございます。絶対喉乾きますもんね。水1リットル買っとる。1リットル1人。1人1リットル。店登るコースって結構日差しガンガンきますか。いや、結構影ですよね。結構日陰。降りる時も上がる時も結構日陰ですよね。うん、結構日陰。日焼けの心配はまあある程度日焼け。でもさ、あっちの雲はなんか清々しいけど、こっちやっぱドヨーンとしてるね。してますね。雨がやばい。今後降るかもしれない危険な登山になりそうな予感です。ハプニング満載。雷鳴るかも。今日は登山バッチリコーデにしました。見た瞬間、おお、登る気満々じゃんと思って。この服しか考えてなかった。ちょっと登山用の地図とかがあるんで、ちょっと持ってきますよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。じゃじゃーん。あ、本当ですか。よかったです。まあ、金水館に泊まっても、別荘に泊まってもお願いします。あ、この観光資料が確かによく見かけします。あ、セブン持ってってます。はい、持ってってます。はい、行ってきます。ありがとうございます。やっぱ大鳥が綺麗。綺麗。この海岸通りいいよね。うん、うん、まあ、お掃除も朝からしてくれて気持ちがいい。昨日寝不足でさ、てか最近ずっと寝不足なんだよな。私も昨日なんかあの実家が暑くて寝れなかったです、うん、クーラー壊れてて、自分の部屋のクーラーがめっちゃ暑くてなかなか寝つけなかった。お父さんと一緒に寝ればよかったのに。ちょっとそれはいびきがうるさすぎるんで。皆さん朝ごはん食べてきましたか。朝ごはん食べてない。そっちでおにぎり食べましょう。お腹すいた。いや、まだすいてないけど。私も朝ごはんあんま食べてないから、みんなどうだったか、どうかなと思って。ちょっと登る直前、あのもみじ谷公園ぐらいで一回ちょっと挟みますか。はい、ご飯食べたかないと疲れちゃいます。遅刻してきてズーズーしい。確かに、買ってきてもらいながらおにぎり買ったの僕ですよ。おにぎり食べましょうって。あ、てか大鳥綺麗。あ、本当だ。みんなね、こう宮島に来てここを通るというか、ここでこう記念撮影。イエイ。やべ、もうすでにアイス食いたい。
いや、食べたいですね、これ。しかもこれめっちゃ美味しいんよ。食べたことない。ないっけ。私それないんですよ。じゃあ降りたら食べましょう。降りたらじゃんけんに勝った方が食べよう。いいですよ、払いましょう。男気じゃんけんしましょう。男気じゃんけん。よし、あそこにね、ここロープウェイとかもみじ谷、公園、未仙登山道もみじ谷コースって書いてあります。はい、はい、途中道の説明はあんまりせずに来たけど、あのここがもみじ谷公園の入り口のところですね。はい、行きましょう。行きましょう。まずは今日は登山をするからですけど、登山をせずにあのバスでロープウェイで行くよって、ロープウェイで行くよって人はバス乗り場、バス乗り場があって、そのここの下にロープウェイの切符があります。バス自体は無料、はい、でこう書いてある値段はこれロープウェイの値段、うんうん、ここでチケットを買うことができるんで往復2,000円。はい、ロープウェイ行くんだったらロープウェイの駅までは 700m ですよってのが載ってます。あ、この時期のもみじ橋も綺麗よね。あ、いいですね、綺麗、うん、だ、緑が。ここからもみじ谷公園の入り口ですよ。はい、行ってきます。行ってきます。あ、もみじが綺麗。あ、超涼しい。涼しい、マイナスイオン。めっちゃ涼しかった、今今ふわってきましたね、うん、気持ちいい。マイナスイオンが放出されてきます。多分今あの喋れてますけど、あと20分もしないうちに喋らなくなると思います。確かに、もう無口の無言の収録が始まる。はあはあ言ってるだけの。あ、ここ前撮った篠宮神社ね。はい。あ、この時期ヘビおるか。怖っ。あ、じゃあロープウェイの乗り場のふもと。あ、やっと来ました、ね、こっからですよ。はい、今日はロープウェイ乗らないからね。はい、名前を。未仙の頂上に登る頃には人間変わってんだろうね。どうなってるんですか。え、なんか成長できてそうじゃん。確かに人間生まれ変われる気がする。もうここまででキツいんだけど。やばいですね。まだ20分の1も行ってないですよね。うん、行ってないと思う。未仙登山コース、はい、もみじ谷コース、今からですね。はい、何の音だろう。鹿の鳴き声じゃん。鹿、鹿たちの声、すごい。皆さんこう山道だと思うじゃないですか。山道、実はこれあの大変語弊がありまして、はい、あのもうちょっとしたら分かるんだけど、ほぼ階段です。いや、確かにそうだった、階段だった。ほぼ階段なんです。いや、今年の4月1回の登ったっけ、これ登ったかもな。あ、え、いや登ってねえや今年は。私も今年初です。ロープウェイ使わず登るのは久々。4年ぶりくらいです。全然暑くない。本当うちまで仰ぎながら行くと結構涼しいですね。いや、もうあの俺がもうダメだと思ったら置いていっていいからね。そんなことできません。うわ、きちい。もう結構坂ですね。うん、私も言うて昨日あんまり寝れてないんで。足元お気をつけくだせ。うわ、やば。だいたい 2時間半くらいでしたっけ、片道。1時間半。あ、そんなもんなんだ。そんなもんって言ってる時点で若さを感じるよ。だって今20分経ったから4分の1は終わりました。よいしょ。なんかすごい岩が、こんな岩あったっけ今まで。あ、でもあと 1.4 キロだ。めっちゃマイナス4じゃないですか。やばいですね。ねえ、ねえ、涼しい。この空気を買って。なんか膝が痛くなってきた。頭がとんがってるのがやば。いい
顔になりますね、やっぱ店に登ると、うん、顔真っ赤よ。あ、暑い。でももう水はぶなくなった。同じく。やばい。私朝の一杯飲んでなかった今日。今家工事してて、なんか、うん、コップもないし水道もないし、なんか生活できなくて昨日帰ったらもう何もなくて、もう壁穴開いてて、もう空気悪いんですよ。家の中がコンクリートの匂いして、やばいみたいな。リフォーム中？リフォーム始めて、ちょうど昨日から始まったらしい。タイミング悪いと思って。いいですよ、発声練習。やべえと思って。やべえやつが来ると思って。急に始まりましたね。小学生とかおったっけ？走ってきたんかなと思って。ミナモンだったか。やっぱね、声を発すると元気になるんで。最初何キロでしたっけ？ 2.7 くらい。 2.8。 いや、マジで途中頭おかしい子がおると思ってびっくりしたよ、俺。え、あれ撮りました？私が着せ上げてるところ。撮ります。撮って。ちょうどいいよね。え、ヤッホーじゃないところも、ハーとかもですか？あ、入ってます。やばいですね。よし、行こう。今何時？9時です。お、まだ9時。あ、地獄だ。地獄の階段や。はい。あ、じゃあ3分の2じゃない。3分の2は行きましたね。だが4分の3くらい。なんかここってこの前撮影したやつですか？ UFO みたいなやつ。違う、それもっと。これじゃないか。これすごい。おい、ふぃ、到着してる。ちょっと休憩しましょう。到着しました。まだ到着したのは中腹というか、なんて言うんだろう、この登山道の終着。はい。ただ未遷山頂まであと 700m。 やっとここから普通の人は始まるんですよね。そう、ロープウェイから来た人はロープウェイからここまで 300m で、未遷山頂まで 700m だから、ロープウェイから約 1km で未遷の山頂。いや、でも山の中いたら野生的になるから叫びたくなりますよ。なりません。そう、子供までやな。まあ誰もいないし、迷惑かけることはないでしょ。いや、いっぱい、さっき何かすれ違いましたよね。絶景です。やば、綺麗。いいですね、頑張った後は特に。あー、涼しい。うわ、なんか散ってきた。あー、涼しい。あ、煙のいい匂い。あー、到着。暑い。あー、いい匂い。いい匂いって線香や。癒される。私じゃに私のこと。え？どれが？なんかガーってやってる。うん。登り疲れてんじゃない？いや、こう石が積んであって、みんな積んじゃって、この未遷の山がどれだけ日本で大事にされてきたかっていうのはここで分かるんですよ。皇太子殿下大正15年ってことは、皇太子殿下っていうことは大正時代の皇太子殿下っていうのは昭和天皇のことです。はい、昭和天皇もここ来られてるんですよ。すごい、はい、しかもこんな立派な石まで建てて。そう、今日は記念日、本当だ。何が起きたん？え、歌歌える気、何が起きたんかなって。西野から復活したなと思って。はい、西野カーナ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 。ジョーゴさんはおかしくなってます。すごい石がね。あ、パワーを感じます。あ、冷たい。これも皇太子殿下がここにいましたよって。すごい。
ここの景色が最高なんや。これはもう肉眼で見た方がいいですね。ね。ん？肉眼で見た方がいい。撮るけどね。嬉しい。到着。到着。何時から出発しましたっけ？朝7時半。7時半に宮島のとこ出発して。ああ、でも今10時半ですね。3時間コース。まあ、ゆっくりしたけど。かなりゆっくり来たからね。うん。途中ちょっとね、レイカドン、レイカドンとこ行ったりとかショート撮ったりしたんで、前編で登ってきて後編は下るという関門岩が行きます。いやもうめんどくさい。やっぱりやだやべ、今度は膝が痛くなってきた。お前これあんなに簡単に筋肉ついたのにみんな頑張って歩いていこう